ウォータータウンはアメリカ合衆国マサチューセッツ州の中央部ミドルセックス郡の南東部に位置する都市であるボストン都市圏に属している2010年の国勢調査では人口3万1915人だった市の形態の政府を申請し認証されながらその公式名には町を残すことを望んだマサチューセッツ州内14自治体の一つであるウォータータウンには マサチューセッツ湾交通局がバス定期便を走らせている。ケンブリッジ市やボストン市に近いこと、多様な既存住宅があること、公立学校の評判が良く、安全で静かな地区があることによって、子供を持つ家庭にとって望ましい街になっている。市内には、ベミス、ブリガム、クーリッジスクエア、イーストウォータータウン、ウォータータウンスクエア、ウェストエンドと呼ばれる6つの地区がある。 考古学による証拠で、ウォータータウンとなった地域には、イングランドから開拓者が到着する以前数千年、前から人類が住んでいた。マサチューセッツ族のペコセット族とノナンタム族という二つの部族が、後にチャールズ川と呼ばれる川の両岸に開拓地を持っていた。ペコセット族は現在ウォータータウンダムがある場所で、ニシンを取る針を作っていた。AL ワイフや、 ブルーバックニシンが生まれた場所である清水に卵を産むために海から上流に戻ってくる毎年の海遊は現在でも毎春見られる。ウォータータウンは最初にソルトンストールプランテーションと呼ばれており、マサチューセッツ湾の初期開拓地の一つだった。1630年、リチャードソルトンストール京都ジョージ・フィリップス牧師が率いた開拓者集団が入植を始め、 同年には公式に法人化された。初期の文書には、ウォータートンという綴りも見られる。初期の建物群は、ケンブリッジ市のゲリーの上陸点と呼ばれる地域内に作られた。最初の4分の一世紀で、ボストンに次いで人口と面積が多かった。その時から、面積は大きく減少してきた。ケンブリッジにサンド領域が渡され、1712年のウェストン、 1838年のウォルサム、1754年のリンカーン、1859年のベルモント各張の創設に貢献した。1632年、ウォータータウン住人はケンブリッジに柵で囲んだ砦を建てるために税金を集められることに抗議した。これはアメリカで代表なくして課税されることに対する最初の抗議であり、 植民地で代表性政府を設立することにつながった。17世紀末にはすでにウォータータウンはニューイングランドにおける馬と牛の主要な市場となっており、肥沃な庭園や優れた荘園で知られた。1632年頃、植民地で初の製粉所が建てられ、1662年にはアメリカで最初期の毛織物工場が建設された。 ウォータータウンにあるソルトンストールの上陸点、エルブリッジ、ゲリーランディングと呼ばれたマサチューセッツ植民地議会は、コンコードで休会になった後に、1775年4月から7月まで、第一教区協会で開催され、その場所には、記念碑が置かれている。マサチューセッツ総合裁判所は1775年から1778年まで、ここでその会期を持った。 近くのエドマンド・ファウル邸で委員会が開催された。ボストン包囲戦の間、ボストンのタウンミーティングもここで開催され、ボストンの多くの家族がこの地区にその家を持った。アメリカ独立戦争初期の数ヶ月間、安全委員会と通信委員会がウォータータウンを本部とし、ジョセフ・ウォーレン将軍がバンカーヒルの戦いに出発したのもここだった。エドマンド・ファウル邸。 1700年代に建設され、アメリカ独立戦争の間は、マサチューセッツ政府が利用したブラウン亭。1694年、ゴロ建設1832年から1834年、セオドア・パーカーがここで、私立学区を運営し、その名前が現在のパーカー学校に残っているが、建物はもはや公立学校として運営されていない。1816年から1995年、 ウォータータウン武器庫が軍隊の軍事工場と研究施設として連続的に運営されていた。1995年、当時陸軍物質技術研究所と呼ばれていた施設を陸軍はウォータータウンに売却した。この武器庫は科学的管理法の開拓者であるフレデリック・テイラーの管理法が引き金になったストライキを行った場所として有名である。テイラーの方法は 科学的管理法と呼ばれ、作業を細かい部品に分割した。労働者が全体を完成させることはなく、その代わりに細かい仕事を繰り返し行うのを、ストップウォッチを使って時間を計られ、労働者から最大の成果を得られるような作業のバランスを見つけようとした。このストライキとその原因は、1911年に連邦議会で聴聞されることになった後ですら、 議論を呼んだ。連邦議会は1915年に政府の所有する武器庫でこの方法を行うことを禁じる法を成立させた。テイラーの方法は広く普及し、ヘンリー・フォードのような工業者本家に影響を与え、その概念は組み立てライン生産法の基本的なヒントの一つになった。ウォータータウン武器庫の跡地は1990年代に、 スーパーハンド浄化の大きな対象となり、現在ではいくつかのレストランや劇場が開かれ、ショッピング、食事及び芸術の中心となってきた。この場所には2005年にオープンした地域芸術会館であるアーセナルセンター法事アーツがある。武器庫は現在アセナヘルスが所有している。アーセナル通りには、ウォータータウンモールとアーセナルプロジェクトオブ、ウォータータウンという、 通りを挟んで二つのショッピングモールがある。1829年に設立されたパーキンスモー学校は1912年からウォータータウンにある。スタンレー兄弟が1897年に蒸気駆動の車を初めて作り、スタンレースチーマーと呼ばれるようになった。1988年、ウォータータウンスクエアがアルメニア図書館とアメリカ博物館の新しい場所となり、来た。 アメリカで最大のアルメニア工芸品の収集を収めていると言われる。2013年4月18日から19日にかけての深夜12時を過ぎた直後、ボストンマラソン爆弾テロ事件の容疑者2人がウォータータウンで警官との銃撃戦となり、武器や爆発物を使うことになった。容疑者の1人が重傷を負い、後に死亡を宣告された。警察、FBI。 衆軍が町を数時間封鎖して、残った容疑者の捜索に当たり、翌日夕方に封鎖が終わった直後に負傷しているが、生きている容疑者を逮捕した。ウォータータウン市は、北緯42度22分17秒整形71度10分55秒、北緯42.37139度整形71.18194度、 42.37139-71.18194に位置している。市の北にはベルモント通り沿いにベルモント町、南はチャールズ川を境としてニュートン市とブライトン町と接している。町の中核であるウォータータウンスクエアでは町の境界線が南のチャールズ川を越えケーシー遊戯場を囲む地区にまで広がっている。東にはケンブリッジ市があり、 その市会はよく知られるマウント・オーバーン墓地であり、その大半は通常信じられているのとは異なり、ウォータータウン市内にある。西にはウォルソム市が広がるが、二つの市を分ける地形的な特徴あるものはない。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、市域全面積は4.2平方マイルであり、このうち陸地4.1平方マイル、水域は0.1平方マイルで、 水域率は1.20%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。聖ステファン・アルメニア市と境界ウォータータウンはアメリカ合衆国でアルメニアリ産民の一大中心地であり、水系人口は2007年時点で7000人から8000人以上とされ、国内第3位の数字となっている。上位に来るのはカリフォルニア州のグレンデール市及び フレズの詩である。ウォータータウンでは、英語とアルメニア語で新聞を長く発行している場所でもある。ウォータータウンは、ボストン中心街に向かう、幹線道路である、ソルジャーズフィールド道路とマサチューセッツターンパイクに接している。マサチューセッツ湾交通局のウォータータウンスクエア駅が、バス路線や無機動トロリー線のターミナルになっている。 元グリーンラインの A ウォータータウン支線が1969年まで運行されていたエリザ・ゥシク。ありがとうございます。